はい、船橋くんちゃんです。今日も Z 制作していきますけども、今回はですね、やっとデフに取り掛かろうと思います、まあ、機械式を入れるのがね、一番いいと思うんですけども、まあ、とりあえずお金をかけずにビスカスのシム増しっていうのをね、やってみようと思います。私もやったことないので、うまくいくかわからないですけど、じゃあやっていこうと思います。はい、まずね、ビスカス LSD がどのくらいの強さなのかっていうのをちょっと見るために、カタリンだけこう浮かして、あとギアニュートラルでサイドを落として、どのくらいの力で回るかっていうのをやってみます。簡単に回るんですよ。ビスカスカップリングっていうのは、まあ、オイルの粘性でこう LSD の効果を生むんですけども、オイルの粘性っていうのは速度に比例するんで、ゆっくり回してやればそんな力いけないんですよ。早く回すとすると結構力いるんですよ、まあ、ただこんなに、ね、簡単に回るんで、それは LSD の効果としては弱いんですよ。でこれが改造してどうなるかっていうのをまた見ていこうと思います。改造後ですね、こうやって同じようにやってみます。はい、デフォルトそうと思ってね、ジャッキアップしたんですけども、はい、ここ見てください、これね、これ ZRR らしいですね。デフのマウントがね、やられるってやつね。これもなってますね。これひどいやつはね、デフが落下するらしいんで、なんか対策しないといけませんね。もういよいよ俺のチャンネルがジャックされ始めた。あ、しかももうデフ降りてる。デフ降りました。いやよっしゃ、ガラしていきます。すごいね、なんかね、シム増しって俺もやったことないし、やるの見るのも初めて。なんかどういう風になるんだろう。なんか中身自体をね、なんか見ることも今までないし、なんか機械式入れるのが当たり前っていうかね。だからちょっとなんかね、大丈夫なのかなっていう、乗るまでちょっと信用できないですけど。おお、開きますよ。あ、結構入ってる。まず、入りすぎだろこのオイル。やべえ、めんどくせえなこれ掃除。デフオイルね、臭いんでね。ああ、中身ね。中身こんな感じですね。よいしょ。ギア比はいくつだ？ギア比が。ギア比。46:13。46:13ってことは？計算して。3.5 ですね。すごいな。3.5 か。だいぶ低いですね。超高速道路仕様だ。最高速が伸びます、ね。サイドフランジ抜いて、これこのボルト外して、そうするとこう抜けるんで、これバラして、でこのボルトを外していくというのをやっていきます。はい、ここら辺までは見た目シビアって感じない。デフをばらしていきますかね。これ市川さんが使ってるグローブ、俺もよく使ってるな。俺これあれだな、よく100円ローソンでこのグローブ買ってくるな。違うでしょうけどね、100円ローソンで買ってるかどうか分かんないけど。お、チェック入れんの？そうだ、分かんなくなっちゃうもんね、確かにね。最近デフバラした記憶ないな。サイドフランジの根元についてるギザギザのリングがあれ ABS なのかな、ちょっとよく分からんけど、シルビアとかだとね、ナックルのところにナックルがハブベアリングについてますよね、根元に。おお、
でもあれだな、このシム増しっていうのがね、なんか簡単だったらすごく好都合というか、まあ、モータースポーツとしてね使えるかどうかっていうのがまあ一番大事なわけなんで、まあね信用できたかどうか乗ってみないと分かんないですけどね。あー、いやー、もう作業してもらえるのありがたいな本当。まあこれねきっちり挟まってるんで簡単にはね、まあ抜けないように、まあ逆に引っ張ってすぐ抜けるようじゃね、全然あのなんだろう、ちゃんと位置が出てないってなっちゃうんですけど。おお、いい、外れました。おお、バイスにまあ固定したんで、この緩めていくんですけど、ここがねまあ硬いんですよきっと。頑張ります。確かねトルク結構かかってね。挟むやつが家にあるよね。ああ、勝て。なんか作業台にこのねえ万力一回思うけど固定できればね。うわあ、これね全部緩めていきますよ。エクステンションにバールと長いパイプかましてやっとか。ああ、おお、あ、もうボルト緩んでたのね。でこれをさらにまたバラしていきますね。こっから先が未知の領域だな。ここのねプラスを外していくんですよ。今までそうするとこれが分割されますね。散々捨ててきた白物、このねプラスのピースを外していきますよ。うわ超なめそう。簡単だな随分。これで分解できんだ。これでパカッとなりそう。おお、もう外れちゃった。ここら辺見たことない人多いんじゃないの、こういうの。でこいつがビスカスカップリングってやつですね。このシムを追加してやってギュンとして摩擦で動かなくしてやるというやり方ですね。ビスカスシムなしっていうのは。はあ、いやすごいね。あれでさ、なんかデフが効くんだったらめちゃめちゃ楽じゃない。本当にいいよね。そんなんでうまくいくのかわかんないですけど、ここら辺のビスカスの中からは知らない人多いと思うん で、私もやったことないですから、こっから先ねちょっと次回楽しみにしてください。で実際どうなるのか、作り方じゃないな、実験の結果まで、市川さんの方で報告してくれるってことなんで、まあ聞き具合ね気になりますからね、そこら辺お楽しみにしてください。なんか俺のチャンネル乗っ取られた感じになってたけど、冒頭で特にあの俺が挨拶する必要もなくなったっていうね。 Z 制作はねこの最終的にはシェイクダウンがやっぱ一番楽しみなんで、私もねゴールデンウィークシェイクダウンやりますからねこの車、楽しみにしてください。また明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。